カルパスカルパスは細身のセミドライソーセージまたはドライソーセージの一種を指す日本独自の総称。元は特定の業者の商標であったが普通名称化した。科学者の佐々木取次が北海道日高町の食肉加工業者のために考案した名称である。佐々木によればその業者が日本でドライソーセージを販売するにあたって商品名を検討した際、 ロシア語でソーセージを意味するカルバサーを用いることを提案したが、そのままでは語感が悪く、食感がバサバサしていると誤認させかねないため、それを少し変えてカルパスと命名したものである。なお、ロシアの一般的なカルバサーは、牛肉、豚肉、鶏肉などを原料とするセミドライソーセージで、近隣諸国などで発音の禁止した同様のものが見られる。上記の業者が、 東京都にあるロシア料理、レストラン、ロゴスキーに納入したことをきっかけに一般に認知されるに至った。このように、元は商品名としての造語であるが、その業者は商標登録を行わなかったため、細身で短く切り分けられたドライソーセージを刺す一般名詞として浸透した。カルピズと綴られることもある。主に酒のつまみや駄菓子として扱われ、各社から 一口サイズがいないし鉛筆ほどの長さにカット、小包装されたものが袋入りで販売されている。ありがとうございます。